はい、今回も僕のチャンネルを見ていただきましてありがとうございます。はい、今回は、中村すみれ初段の碁を紹介したいと思います。はい、ついにね、女流棋聖戦のね、予選 A までね、来られましたね。はい、どのような碁を打ったか、はい、興味深いです。はい、はい、お相手は佃、五段ですね。確かどうだったかな、1回ぐらい対局があったような気もするんですけどね。はい、はい、つけて、まあそうですね、まあ黒は押しの変化を選びましたね。三々もね、考えられるんですけど、まあこんな感じになるんでしょうかね。はい、この変化をやめて、はい、そうですね、これもたまに見る変化ですね。はい、一応 AI 的にはね、白の方がいいという評価ですね、これは。はい、はい、まあ黒はね、ここを、この打ち方は地にしようとした手ですね。うん、まあこのつけないでね、打つのもありそうな気がします。普通に下つけて打って、普通に下付けも考えられるかなと思いますけどね。もしこうやったら、まあこうとか、まあなだれてきたら、まあこれはでも逆に働いてるとも言えるんで、この厚みをね、消してるとも言えるんで、これもあるかなと思いますね。うん、実戦はここを、まあ囲いに、陣にしようとした手ですけど、こういうところもあるんでね、どれほど陣になるか。まあこれはまあ常識系ですけどね。まああまり方向的にはあんまり大したことないような気がするんで、どうでしょうかね。うん、普通は抱えるのが形ですけど、うん、はい、うん、押すことができて、まあ白不満ないかなと思いますね。はい、でここに入っていって、これは堂々の荒らしですね。あ、これ切って文字釣りが大きいと。はい、うん、確かに。あ、これはなるほど、白はこのようにこう打ったらつけられますかね。つけてこられる、あ、まあこれはつないでて、まあ関係ないかな。はい、こうやってこうやって生きて置いたら黒も生きるぐらいでしょうか。まあこんな感じで打っててもいいと思いましたけど、張って放り込んで、これはどういうことなんでしょうね。こうやって、うん、ここ詰めて、そんなことないのかな。うん、まあ、守りぐらいですか。うん、で切って、なんか妙なね、戦いになりましたけど、これも頑張って助けまして、はい、まああとこの石がね、そんなに攻められなければ、うん、白は良さそうですね。はい、ちょうど、うん、筋に来てね、うん、これは白うまくやったと思いますね。はい、三々に入りまして、うん、これは、うん、だいぶ良さそうかなっていう感触がありますね。これも非常手段ですもんね。うん、うん、黒は何か取るしかも手がないような感じですけど、はい、うん、でもとても死ぬようじゃない石でないですね。もうこことここで一眼あってもう大丈夫ですね。はい、うん、白はまあ妥協したというような感じですね。これ助けて
まあ万が一っていうね。うん、ちょっとここね、ポイントあげましたけどね、黒。まあこれでね、まあ余裕あるっていうことだと思います。はい、まあ大体こんな感じでしょうかね。はい、まあ最後まで打たれまして、はい、白の6目半勝ちという結果となりました。はい、やっぱり、ここのね、さばきが見事でね、はい、白の余裕のある戦いだったのかなと思います。はい、年々強くなってる感じでね、はい、非常に楽しみにしたいと思います。はい、それではこの辺りで失礼します。